はい、皆さん、こんにちは。はい、本日はですね、10月の10日、木曜日です。木曜日のね、本日は2本目の動画になっております。えー、昨日はね、ちょっと自身の仕事がバーっとね、急な仕事が入って、動画も撮ることできなかったんですけども、えー、今日はですね、一生懸命この YouTube の動画をね、撮ろうと思っております。でね、1本目には例のね、嵐山通船のね、小島社長さんのインタビューの話とかね、させてもらいましたけど、 もうね、とにかくもうこの秋篠宮家の周りというか理不尽な話ばっかしだよね。どうしてこうですね、毎日毎日というか、いろんなね、とんでもない話が入ってくるのか不思議でしょうがありません。えー、まあね、ある意味、その非常に注目されている話なので、 例えばね、まあメディアだとかさ、週刊誌だとか、まあ私のようなユーチューバーもそうですけども、一生懸命ね、その周りを掘ってるわけですよね。で、掘れば掘るほど掘るほど出てくるというようなことなんですけども、今回の話、久しぶりなんですけども、あの例のね、えー、赤坂ベルサイユ宮殿、秋篠宮邸に関する、まあね、改修工事に関する話なんですけど、またね、今朝方からね、とんでもない話が入ってきました。 また、さらに改修工事が進んで、一体全体いくら税金を浪費するんだみたいな話ですね。はい。そういった話に関してお伝え,お伝えしますのでね、いつものごとく最後までぜひご覧ください。はい。でですね、今回のね、この秋篠宮帝、赤坂ベルサイユ宮殿に関する話なんですけども、情報の元がですね、えー、実は朝から発売されている女性セブンの記事なんですね。 でね、えー、皆さんもよくご存知の通り私もしょっちゅう言ってますけども女性セブンイコールですねみてこセブンみたいなことをねよく言われておりますよね。要は、えー、このね女性セブンに関してはみてこ様寄りだとか秋篠宮家寄りのね記事を結構出していたりします。なんですけども今回ねそのみてこセブン女性セブンさんがですねこの赤、えー、坂ベルサイユ宮殿に関する新たなリフォームが出てきた。 っていうようなことを言ってるんで、私はね、逆に思ったのは、これ、ミテコセブンがこういったような、まあ、どちらかというと、アクショ秋篠宮家に対して何やってるんだという記事を出してくることに関して、結構信憑性があるのかなとね、ミテコてこンが故に信憑性があるかな、みたいなことをちょっと考えております。はい、えー、でですね、記事の中身、どういったようなことが暴露されたんでしょうね。えー、まずね、表題に書いてある通り、 赤坂ベルサイユ宮殿に新たな豪華のリフォーム、ね、そういったような計画があるということでね、暴露されちゃったわけですよ。はい、えー、ね、そしてこの秋篠宮邸ね、えー、に関しては、まあ皆さんもすでによくご存知の通り、一体全体50億使うのか、60億使うのか、そしてですね、えー、あの、えー、次女の加古様が、えー、旧五角偶上に一人暮らし、 一人暮らし選挙をしていることによって余計にね、国民の税金が無駄遣いされておりますよね。まあ、そういったようなことなんですけども、まずはですね、えー、今このね、書いてある通り、秋生宮邸で新たなね、修繕工事の計画がスタートした、こういったようなことらしいですね。で元々のね、この秋生宮邸の工事着工は2017年だったということで、 まあ、足掛けね、3年も4年も5年もかけてですね、で、いまだに工事が終わっていないだとか、そういった状況なわけですよね。で、当時は、一番最初にその五角宮城をね、えーまあ、建設しましたよね。で、工事期間中において、秋篠宮家がそちらで、えーまあ、お,住お住まいになられていた。でも、この、えー、旧五角宮城に関しても、9億8千万円、約10億円が継ぎ込まれていたわけですよね。でも、このね、 え、旧五角宮寺も10億円つぎ込まれていた上にですね、え、一人暮らし、佳子さまがすることによって、新たに、え、余計なね、え、金額がかかって、今現在11億とも言われておりますよね。とんでもない話だよね。なんでさ、こんなさ、何千万円とかですね、何億っていう話がね、簡単にポンポン出てくるのかっていうのが、本当に不思議な、不思議でたまらないですよね。もう、一般のさ、一般国民の方においてはさ、 え、それこそですね、デパートに行って毎日ね、これがね、安売りであるかな、みたいなことで、探されている主婦の方も多いんじゃないんでしょうかね。私もそうですよ。バンコクのよくね、え、なんかスーパーに行ってね、要はあの、日本のね、たまに納豆を食べたいだとかね、豆腐を食べたいみたいなことで、よくね、日系のスーパーとかに行くんですよ。そこでね、買ったりするんですけど、やっぱりね、バンコクでね、日本の食品を買おうと思うと、特に納豆とか私好きなんで、 買いたいんですけど、高いんだよね。日本でさ、納豆とか言うと、スーパーに行ってこうやって3つとか4つぐらいパックになってるのありますよね。まあ、それが100円とか150円ぐらいで売ってると思うんですけど、こっちでね、バンコクで買うとね、やっぱり輸入コストもかかっているもんですから、高いんですよ。だからね、そういったのを見てさ、あ少しでも納豆を食べたいなと思ってね、ちょっと少しでもあの安いのを探してね、そして購入してくるとか。 でもそれがさ、一般国民でしょ日本にいたって同じですよね。にもかかわらずさ、もうこんなことでさ、何億だとか何千万円、ね、もう改修工事っていうことで、なんか話が簡単にポンポン出てくるでしょ全然ね、一般国民とはかけ離れ、離れた世界ですよね。はい、えー、そういったようなことなんですけども、まあね、こう、まあ、 今言ったようにね、例えば旧ご家具所においては、最初9億8千万円でね、えー、完成していたんだけど、今現在においても、とにかくさ、過去様だよ、あの、わがまま過去様。ね。あの、過去さんがですね、ご家具所に一人選挙することによって、この真ん中に書いてある通りですよ。コンセントだとか、電話線の配置だとかね、家具の個別の取り付けだとか、いうことで、ね、追加で約1億4000万円。ね皆さんどう思います 簡単にこんな1億4,000万なんていう金額がポコポコと出てくるわけですよ。一人のわがまま娘のために。おかしいよね。はっきり言ってね。もうどう考えたってさ国民にとっては何だみたいな話ですよね。はいそしてプラスしてね佳子さまが一人選挙してることによってその職員のスペースが確保できなくなっちゃったでしょ。 で、それによって追加でさ、5億6千万円ぐらいかけて倉庫作ったりとかしてましたよね。これもちょっと前、もう数ヶ月前に暴露されましたけど、そういったような話になっているわけですよ。当時確かテレ東だったよね。一番最初に暴露したのはね。はい。まあそんなようなこと。で、当初の実際この改修工事、2017年から始まりましたけども、当初はね、全体でまあ25億円ぐらいだろうというふうな予算が組まれていたんですけども、 もう、たびたびですね、はい2億、はい1億、はい5億だ、みたいな感じで、もう今現在50億円以上になってるんですよね。で、私も前から言ってる通り、すぐに60億円ぐらいになるんじゃないのっていうふうに、ね、私も思っていましたけども、やっぱりね、これまた追加のね、補修工事運、追加のリフォームですよ。そういったようなことになってくると、本当にすぐ60億円になっちゃうよね。なんてこっちゃ、みたいな話なわけです。 そして、今回ね、さらに驚くべき事実ということで、次のページですね。あの、実際にはですね、5月の末からすでにね、えー、この秋篠宮邸リフォームがね、されていたといったような話、内装だとかね、えー、電気の施設等で約1400万円かけて、もうすでにリフォームされていたんですって。これはね、新しい話だよね。こんなこと知らなかったよね。なんか5月からすでにそんなことやってたんだって、へえ、みたいな感じだよね。 さっきも言った通りさ、もうね、国民は100円、200円で苦労してんだよ。にも関かわかるさ、こんなさ、1000万とか1億とか5億とかさ、もう何これっていう感じだよね。ほんとふざけんなだよね。はい、そういったような中でリフォームの工事がね、実際に行われていたと。1400万かけてね。もう簡単に出てくるでしょこれね、<laughs> もうなんか内装だとか電気代かけたよ。ってことで1400万ちょっと考えらんないけどね。 はい。そういった中で、一応、このね、えー、新たなリフォームに関しては、9月の末に終了しているらしいんですけど、驚くべき事実として、まだあるんだって、さらなる追加工事が、もう予定がね、発覚しちゃったという、今回の、ちょっとスクープ的な話ね。で、これ、宮内庁にもいろいろね、問い合わせをしたようなんですけども、まあ、案の定ね、宮内庁に関しては、ここの真ん中辺に書いてある通り、 過去に発表された工事費にはね、含まれていない。すなわち、過去に発表されたものに含まれていないってことは、新たな工事ってことですよ。で新たな工事に関してなんですが、この秋篠宮本部内部の工事だけども、 今現在精査していて調整段階そして具体的な内容だとか価格等についてはお答えできませんと、まあ、いつもの宮内庁の回答の仕方なんだけどねいつもこんな感じだよねその件に関してはお答えすることができませんってもうんかさオウムじゃねえんだからみたいな感じだよねオウムの独り言みたいな感じでまたしても同じことを言ってましたねまあでもいずれにしてもですねこういったような宮内庁の回答を考えるとですね えー、今現在また新たな、えー、リフォームというか新たなね、えー、改修工事の内容があるようですよ。これでまた何千万円何億使うんですかね。下手したらさ、前のね、えー、イタリア産の大理石をもっと、もしかしたらイタリア産の大理石がなくなっちゃったのみたいなね。誰かに取られちゃったんですかだとかさ、金をもっと、もっと金を使うところが増えたんですかみたいなね。えー それこそ何寝室にも緊迫晴れみたいな話なんですかね。全く持ってあげれたような話なわけです。そして、えー、もういつまで続く改修工事。なんか本当に終わらないよね、これね。次から次とさ、そういったものを要求してるんですかキーコさん。みたいなね。感じですよね。いや、本当にさ、今現在のみやけ、秋篠宮家。 特に悠仁様の大学受験問題で炎上しておりますけどもまた新たなですね炎上するような話が出てきたといったことですよねいやこれでさ今現在まだね宮内庁まだ精査中ということで発表しないのかもしれないけどこれまたさ宮内庁のホームページだとかそれこそねまた公式職大部だとか西村長官のね、えー、定例会見でこんなことを言うことがあればですねとんでもないまたねバッシングというか批判が浴びるよ これね、私だって当然言いますよ。そんなことがまた発覚してね、それこそ宮内庁の長官が公表するようなことがあるんでしょうけども、そのうちはあってね、その時に私も言いますよ、はっきり言って。何これみたいなね、感じだよね、本当に。いや、ほんと一体全体さ、この国民の,の税金が原資であるお金をですね、こういったことで湯水のごとく使っている秋篠宮家。いやー、という感じだよね、本当にね。 でさあ今朝方1本目の動画でお話しした通り嵐山通船の話においても山科鳥類研究所がねこれが秋篠宮殿下のお財布係になっているだろうみたいなこともねなんとなく分かってきましたよね皆さんというような中でお秋篠ねこういったお,、ね、お財布代わりのね えー、それこそですね、まあ、会社組織を利用してお金集めて、なおかつですね、国民の税金から、もうガバガバこういったようなところで改修工事に使っていて、何々 ?50 億円 ?60 億円みたいな感じなわけですよ。いやーっていう感じだよね。はい、ちょっと一旦切りますね。<laughs> はい、といったことで、今回のね、この女性セブンの記事、またね、ある意味新たなスクープだよね。いや、またやるのーみたいな感じでしょ。 皆さんこの話覚えといてね私も覚えときますけどもこれに関してはずっとね温めておきますよでいずれね先ほど言った通りまあ公私職大部か、えー、西村区内庁長官がねお話しされるような機会もあるでしょうとあるいはねこういったようなことがもう発覚してさもう公表寸前まで来たら来月の30日ね11月30日はいよいよまた秋篠宮殿下のお誕生日がありますよねでその時の会見で これさ、絶対説明責任あるよね。ね、本当にさ、また改修工事するならね、なんて言うんですかね。またさ、発表しないで、またいずれぐずぐずしてました。みたいなこと言うのかね。あ <laughs>、っきりさそんなさ、ぐずぐずしている人がさ、今現在の皇位継承順位第1位。えもしですね、まあ、こんなこと言いたくもありませんが、もし何らかのね、ことがあってですね、今現在の近城陛下にね、もしそんなようなことがあったらですね、 今現在この皇室転坊皇室転坊改正しなかったらさえー、この秋篠宮殿下がえー、即位の礼みたいなことも可能性としてゼロじゃないからねいややめてよっていう感じだよね。 でさえ、ことあるがごとにぐずぐずしてます。みたいなこと言うんですかいや、やめてよ。なんかじんまに出ちゃうよね、はっきり言ってね。もう今回言いたいこと言っておりますけどね。もういいか減もうこ,こんなねいい、もうとんでもないね、また新たな改修工事なんて話するとさ、もう言いたいこと言っちゃうよね、はっきり言ってね。まあ、と言ったようなことだと思いますね。あんまりイライラしてもしょうがないし、また私も喉がおかしくなるから、ここら辺でやめますけどね。 はい。あと、今回も言い,、ね、言いたいことを言っておりますので、またいろんなね、もう最近 YouTube の規制が多くて、もう私も今のところね、まああの、 おかげさまで皆さんのね、このいいねボタンだとか、えー、フィードバックをね、えー、本当に皆さんやっていただいてありがとうございます。えー、もう昨日もそれか前の動画でもね、お話しした通り、このフィードバックのやり方、またこの動画の後につけておきますのでね、えー、皆さんまたフィードバックしていただければありがたいです。本当にね、えー、昨日も動画上げて、えー、そのコメントでいっぱいいただきましたけども、はい、ケイちゃん、今回もフィードバックしました、フィードバック完了だとかね、 本当にありがたいです。もう本当皆さんのね、そういった一つ一つのご支援が、私のね、この動画を作る活力になってます。正直言ってね。はっきり言ってそういったご支援なかったら、私ね、はっきり言って、YouTube なんかね、まあ YouTube なんかって言ったらあれだけど、いつでもやめてもいいというような感じで、こういったような活動もやっておりますよ。はっきり言ってね。ただ、皆さんもご存知の通り、私も動画でね、前から言っておりますが、 えもう20年来、30年代皇室のことがずっと好きでさ、で、海外でずっと生活しておりますけども、そういった中で、まあ、近所陛下のね、話がなんか報道があれば、ああ、こういったことなんだな、だとかね、まあ、皇后雅子様ああ、こういったこと、そして皇太子妃であられた時にはね、なんでこんなことで、雅子様がね、批判を受けなきゃいけないのかな、みたいなことを以前からずっとね、この YouTube 始める前から思っていたような人間で、なのでね、 えー、今現在のこの秋篠宮家のね、低たらく、まあ、低たらくというか、ひどいよね。こういったような現状をね、真実を見るとね、いやー、このまま行動移ったら嫌だよ、というようなお気持ちでやっております。なので、えー、今言いましたように皆さんからのね、えー、一つ一つのフィードバックが、この私のチャンネルを支えてくださってますので、えー、また一つよろしくお願いします。はい、今回もありがとうございました。 あとね、今回、おそらくね、本日もう一本出します。先ほど言った通り、えー、本日ね、YouTube の活動頑張ってやっておりますので、またもう一本ね、どうしてもね、えー、今度はみてこさまの話題で話したいことがあるんですね。えー、次の動画もぜひね、これから撮ろうと思ってますので、えー、ご覧になってくださればありがたいです。ありがとうございました。バイバイ。YouTube をね、えー、皆さんいろいろご覧になっていると思いますけれども、まあ、あの、携帯電話からご覧になっておられる方、 そして、パソコン等からね、ご覧になっている方ということで、今回は2つのやり方を示させてもらいます。で、最初に、まあ、例えばですが、あの、iPhone 等のね、えー、携帯電話で YouTube をよくご覧になるという方のフィードバックの入れ方。で、まずね、えー、図式化した通り、丸○○○○ 2 3とね、書かせてもらった通りですね、まずね、えー、携帯電話でこの YouTube のね、アイコン、まあ、YouTube をいつも開くときにね、 皆さんクリックされておると思いますが、そちらをクリックすると、まず一番左のね、要は YouTube の検索画面に行きますよね。で、そこに例えばですけど、左上にある通おり、まあ、アジアで生きようといったようなことを入れてね、検索していただくと、今一番左の画面、アジアで生きようのこの右側ですね、丸1として書かせてもらっている3つ、あの、 ポチポチポチとね、点線がありますよね。そこをね、ぜひクリックしてみてください。そこをクリックしてもらえると、真ん中の画面で、このね、検索ファイルだとか、ヘルプとフィードバックって出てきますので、その丸2の部分ですね。そしてこのヘルプとフィードバックというところをクリックしていただくと、その右側の画面、そして下の方にこのね、フィードバックを送信といった、やはりクリックできるところがありますので、この丸3のところですね。 ここをクリックしていただくと、具体的にそのフィールドバックが返せるような、まあね、画面になりますので、まあできればね、そこに、このえ番組は非常にいいだとかね、まあどういった観点で非常に有益だとか、まあそういったようなことを入れていただくと、大変ね、このご支援いただけるということなんで、ぜひよろしくお願いしますということなんですね。で、これがまず携帯電話の場合のやり方。そして次のページ。 はい。でですね、これがね、パソコンで通常 YouTube 等をご覧になっておられる方。私なんかはね、やっぱり動画の編集なんかもあるので、よくパソコンを使ってるんですけども。はい。でですね、まず左上、この丸1のところなんですけども、で、私の動画をご覧くださると、まあ今ね、私のどうでもいいような顔が映っておりますけども、まあこんな感じで私がね、話をしてるわけですね。で、この YouTube をご覧になっていただいている画面の右上ですね。 で、私は YouTube のアカウントを持ってますので、ここで、あの、えー、ま、アイコンというかね、私の写真が貼ってあるんですけど、これどうなんですかね ?YouTube のアカウント持っても、ね、持っておられない方は、なんか点線かなんかになってるのかなまあ、一番、いずれにしてもですね、この右上のところをクリックしていただくと、えー、それがですね、右側の画面になります。で、えー、一番上にね、そのアジアで行きようといったような、えー、 まあ私のね、顔がついたような画面になっているんですけど、そこをね、下の方にずっとスクロールしていただくと、一番下にね、フィードバックを送信といったところがあります。で、ここをクリックしていただくと、丸2番のところですね。ここをクリックしていただくと、この左下の丸3のところに移りますので、ここでフィードバックの内容をご記入くださいといったことが出てきますので、そこの下の方にね、先ほど言ったように、 まあ、有益なチャンネルだ、みたいなことを入れていただければ、大変ありがたいですと。で、えー、これをね、実際に送信していただくと、まあ、例えばね、Google からの情報を受け取りますか、みたいなことがいろいろあります。あるいは、スクリーンショットをね、添付できるような画面もあるんですけど、まあ、そこら辺はね、もしね、えー、皆さんがやりたいのであればっていうことなので、まあ、私としてはもうそういったね、 えーまあ、文章を入れていただければ大変助かるということで、まあ、そういったようなことを、えーまあ、順番に、ね、進んでいただけると、その皆さんが記入されたフィードバックが YouTube 宛に送信されるといったようなことなわけですね。はいえー、一応パソコンの場合、そしてです、ね、携帯電話でご覧になっている方のフィードバックのやり方をお示しさせてもらいました。ぜひ皆さんよろしくお願いします。